稲佐神社の創始年代は不詳ですが、日本三大実録に記された国史現在社で、木島郡の東部白石諸郷の総鎮寺です。社殿によると天智開闢の頃に御嶽の神を祀ったと言われています。水戸天皇の御代百済の朝大使が来朝し、この地に泊まり京を定め、父清明王並びに清明王号の廟を建て、稲佐の神と共に尊崇されました。朝大使が亡くなった後は里人が大使の霊も合祀したといいます。旧社格は慶社です。平安時代に入り、空海により稲佐大平寺が開かれ、その鎮寺神として稲佐大明神が位置づけられ、真言寺十六号と呼ばれる一大霊所となりました。現在では稲佐神社と十六号のうち座主号、観音院、玉泉号の三つを残す以外はなくなっています。御祭神は天津神、女神、御嶽の神で、廃止神としてお保谷姫の神、清明王、清明王号、朝大使を合祀しています。日本書紀などによると、スサノオノミコトの子である御嶽のミコト、お保谷姫のミコト、妻津姫の御事ははじめ、多数の樹木の種を持って唐国に天下り、そのまま全ての樹木の種を日本に持ち帰って、筑紫の木島山で杉、クスノキ、ヒノキ、薪など多数の樹木の
種まきの成功と、その樹木の繁茂を祈られて日本全国にまき植えられたと伝わります。また父スサノオノミコトからヒノキは三つの宮の財にしなさいの命により、イタケルノミコトはその通りに三つの宮を作りました。このことからイタケルノミコトは木の神、建築の神と言われています。拝殿左には学問の神菅原道真公を祀る天満神社があります。家内安全、安産、縁結び、病気平癒、災難の家、厄除け、航海安全、建築工事安全などに御利益があると言われています。秀麗神社は西南の駅より大東亜線の戦没英霊を祀っています。稲斎成神社の御祭神は稲、食物、商売繁盛の神、部下の御霊の神と芸能の神、女性の守護神、雨の埋めの御事をお祭りしています。境内の南には文の神八幡大神を祀る八幡神社が鎮座しています。